研究所。あつさちよちです。こんにちは、えっちゃんです。俺は避けることを学んだ。えっちゃん、僕、初めて手芸屋さんに行って物を探してたんだけど、うん、僕の目に留まったものがありました。何だい？こちらです。うわー、かわいい。なんか懐かしい感じのビーズだ ね。こんな綺麗なビーズがあったのよ、うん、で、ついつい買ってしまって、何に使おうかなと思ってた時に来ました。スライムに入れてみようと思ったんですよ。そしたらね、キラキラなスライムができて、みんなハッピーになると。になると思って、うん、今日はビーズスライムを作ってみたいと思います。おー、材料はこちら。お湯に溶かした放射、水、洗濯のり、ラメ、ビーズ、以上です。以上です。はい、じゃあ今回も適量で作っていくよ。さあ、ここに水を用意した。そしてそこに洗濯のりを入れる。こちらも適量だぜ。軽く混ぜます。今回は絵の具を使う代わりにラメを入れます。あー、はい、混ぜたらラメを入れます。わー、綺麗。なんかちょっとオーロラっぽい感じするね。本物のオーロラ見たことあるかい？ない。俺もない。綺麗なキラキラした感じになりました。そしてこちらのビーズを全て入れていきます。僕たちビーズ戦隊ビーレンジャー。ダダダダダダダ。うわー、ビーズレンジャー。ブラー。あ、てっちえちえちえ、超綺麗やなこれ。だけどさ、ここにこの2色入れちゃうんですよ。あー、赤入れるときつくなるね。本当にこれぐらいの方が綺麗だと思う。じゃあいつも通りお湯に溶かした放射を入れながら混ぜます。わー、なんかナマコって感じ。ベリーナイス。綺麗。イエーイ、綺麗だよ。ちょっと固め、ナマコちぎった。はい。あー、すごいでしょう。あー、綺麗。あー、綺麗やねか。じゃあまあちょっとビーズ入れるの手加減したから、今度は全部入れてみようぜ。本当に？ああ、せっかくこんな綺麗なのに。よし、行くぞ。いやー、あー、なんかもうすでにちょっと毒々しい。いやーいやー、止めまーす。わー、いつで？え、絵で？もむで。もうね、スライムの量よりビーズの量が多くてくっつかない。これが限界。じゃーん、すごいね。これはこれですごいね。あ、すごい。思ったよりありだね。思ったよりありだね。はい、というわけでビーズスライム作ってきたわけなんですが、すごいね、なんか思ったより楽しいのよこれ。なんか海外のさ、子供用のおもちゃってこういう色合いだしさ、ね、なんで、ね、しかもスライムとは思えない不思議な音とか触り心地なんだよね。うん。あ、ういふぅ。楽しい。楽しいねこれ。雪だるま。わあ、はい、とまあこんな感じでね、たくさんいろんな遊び方ができそうだね。できそうだね。それではこの動画が面白かったらコメントや高評価よろしくお願いします。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。またねー。またねー。まだボンボン TV をチャンネル登録してない方はここのロゴを押して